はい、毎度、中年オタッキーです。今日はね、まあ、珍しく、家からになります。今日はね、私が乗ってる、道中古 BMW のバッテリーがね、中古で買った時から結構、ヤバめだったんですけども、とうとう一回上がってしまいまして、で、ディーラーとかに持ってきたら猛烈にお金がかかりますので、自分で交換してみることにしました。で、もうすでに交換終わってるんですよ。で、その動画になります。作業自体はね、そこまで難しいものではないです。で、よく言われてる、バッテリーをジャンプして、電源を供給した状態でバッテリーを交換しないと何か問題が起こるとか、エラーが消えないとか、という現象は私の車にはありませんでした。ただし、交換した後に大問題が発生しておりますので、最後の方まで見ていただければと思います。参考になると思います。非常に参考になると思います。で、純正のバッテリーは使ってません。韓国製の結構安いバッテリーです。純正のバッテリーはね、5、6万すると思うんですよ。で、そんな高いバッテリーは使えないんで、で、まあ、韓国製の安いバッテリーを使ってます。楽天でね、最安値、ね、ショップで送料込みで1万9000円弱でした。税込みですね。お金はそんなにかかってないです。はい。まあ、とりあえず、効果の動画をご覧ください。使うバッテリーはこいつです。韓国製の安物です。まあ、大丈夫と思うんですけどね。評判は良さそうなバッテリーになりました。横のカバーを取りまして、後ろの何ていうんだろう、これ蓋を開けます。ちょっとね、工具とかいろいろ積んでありますが、でこいつを外していくんですな。この辺のなんとこ10ミリですね。ここも10ミリを3本外して、この蓋を外します。はい、蓋が外れました。蓋が外れましたら、まずはマイナス端子を外して、次にプラス端子を外していく形ですね。これちょっと外しにくいな、これ。その前に、この押さえてるやつを、押さえてるかって、これ全然押さえれてないんやけど、取らなきゃいけませんね。もうやっていきたいと思います。これね、バッテリーをね、止めてるボルトはね、なんと13ミリです。建築かよ。こっちの子止まってるのか。うわ、こっち縦に止まってる、厄介だな。もうちょっと作業、片手じゃできないんで止めまーす。さあ、端子が外れました。端子はね、さっきのネジじゃなくて、ここ開けてちっちゃいネジがありました。それを緩めて外しましたね。で、ここからが勝負です。重さ25キロのバッテリーを上げます。もちろん撮影しながらは無理ですけども、撮れるかな。あ、無理か。置きます。今ね、撮りましたけど、これバッテリーの横にこういうコースがついてました。あれ、どこ、ここについてたのか。これを移植します。なんと移植できません。あ、こっちだこっちだ、こっちに移植して、どこにあったんだ、どこにあったんだ。で、この口に差し込まないと、オーバーフローした電解液が車内に垂れ流しになります。ではやっていきます。はい、こんな感じで収まりました。ノーマルよりね、ちょっとだけ容量が上がってます。
さあ、これで、外装を元通り直して完成です。で、今回ね、皆さんバックアップを取って作業してますけど、バックアップ取ってません。挑戦的な作業になります。さあ、どんなエラーが出るか。はい、まず時計はリセットされました。はい、アクティブステアリングのエラーが出ました。ああ、電球のエラーは相変わらずですね。はい、アクティブステアリング異常で映ります。では例の作業を、そういやラジオ切ったのにラジオ元に戻ってるな。断線の異常はそのままです。さあ、そうだ、治りません。治らない。なんかエンジンをかけて放置してたら治るっていう情報もあるんで、ちょっと放置してみましょうか。はい、1、2分で戻っちゃいました。何の問題もなしです。エンジンを切ります。断線直さなきゃ。それではこんな感じですかね。ね、まあ交換したわけなんですけどね、交換した直後はすごくまあ調子が良くて、ああこれは安かったなと。うん、で、交換直後にね、そのバッテリーの交換したことコーディングしなきゃいけないっていう作業が残ってるんですね。今回の場合、純正のバッテリーがね、80アンペアワーに対して、交換後のバッテリーは90アンペアワーでちょっと大きくなってるんですよ。で、80アンペアワーから80アンペアワーでは、交換してコーディングする必要はそんなに必要ないんじゃないかって書いてある方もいらっしゃいますが、まあ、大きくなったんで、ね、新しく作れたバッテリーが大きくなったんで、まあ、コーディングするかなと思ってて、さあ、その、行きつけの車屋さんにね、コーディングしてもらいに持っていこうと思ったら、だんだんね、アイドリングが不安定になっていくんですよ。で、あ、これは電圧が下がってるなと。うん。で、まあ、車屋さんに行って帰ってくる頃には結構ね、もう信号待ちのたびに、アイドリングがハンチングするんです。ボン、バッてハンチングするんですね。で、今ね、外で充電器つなげたんですけど、もう、その、充電器のメーターが、跳ね上がるぐらい今充電してるんですよ。ということでね、まあ、結論的に言うと、バッテリー交換した後コーディングしないとね、あんまり充電してないっぽいですね。うん。ちょっと、まあ、明日、今日ね、車屋さんに持って行ったらね、なんか診断機貸し出し中でちょっと、今持って、持ってないんで、明日、もう一回来てくれって言われてるんでね。で、まあ明日持っていったらはっきりすると思うんですけど、エラーとかね、は全然出てないんで、まあ、充電が効いてないとか、レギュレーターがいっちゃったとか、まあ言うんではないと思うんですけども、まあ、もしね、重大なトラブルが発生した場合は、また動画のね、コメント欄に発表いたします。で、何も問題がなかった、つまりコーディングしたら OK だったという場合はコメント欄には何も記入いたしません。まあ参考にしていただければ幸いだと思います。これね、 E60 以上に FK とか GK はね、もっとね厳しくなっていくと思います。バッテリー交換もね、コーディングツールを持ってないと交換できないとか、そういう状態になってくるのかな。車をいじれる人間にとってはね、あんまり嬉しいあれじゃないですね。バッテリー交換ぐらいでね、診断機かけなきゃいけないっていうのはね。まあ、そんな感じです。まあ、交換自体は2万円ぐらい。まあ、コーディング費用5000円ぐらいしかね、わかんないですけど、うん。だと思います。まあ、そんな感じです。まあ、作業は簡単。でも、ちょっぴり難ありな BMW E61 のバッテリー交換でした。今日はそんな感じです。ゴールデンウィーク中でちょっとね、めったにいない家で
もう昼間から酒飲んでますけど。まあ、最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画。まあ、何のネタになるかはわかんないですけど、上げていきたいと思います。それではまた。